はい、皆さんこんにちは、レナです。私はミュンヘンに来てます。で、日本が恋しくなってきたから、今からちょっと日本のお店を訪ねたいと思います。2つ調べたので、その2つに行って、ちょっと何の日本のものがこのミュンヘンにあるかを見てみたいと思います。行きましょう。1つ目のお店に着いたけど、残念ながらやってません。1月9日までやってないって書いてあります。ああ、残念。うん、ここめっちゃ行きたかった。私の友達がおすすめしてくれたお店で、食べ物じゃなくて、なんかアクセサリーとかインテリアとか風呂敷とか、そういったことを売ってるお店。ちなみにね、お店の名前はね、かわいいミュンヘン。日本人がオーナーさんかな。うん、かわいいミュンヘン。かわいいでしょ。ちなみにね、ドイツはね、こういう風にね、住宅街の中でも道路に車を路上駐車していきます。そう、めちゃめちゃ大きな問題だよ、ね、これだから、その車を買っても、日本みたいに車を買って駐車場がないと買えないみたいなのがなくて、うん、だからスペースの割に車が多すぎる。だからドイツで車を買う人は縦列駐車ができないと車が持てないということです。そうだよ、それはそうだ。皆さん気をつけてください。だからドイツの車に縦列駐車のアシスタントの機能がついてるよ。ボタンを押したら通ってこう、自分で。ああ、その理由があるんだ。そうだよ、日本は全くいらない。いらないね。来ました、ミカド。これ可愛らしいでしょ。ミカド、いろいろありますよ、ミカド。おお、ここは日本だよ。日本、ビトル東京が来ましたね。ビトル東京に来ましたよ。めちゃめちゃ可愛いよ。 お茶碗が置いてある。あのラーメンとか、あとそうだね、茶碗ね、茶碗、ご飯の茶碗とか、あとドライブ。これ可愛い。これちなみに茶碗っていくらなんだろうね。1個9ユーロ。うん、1000円ちょっと。うん、見て、お寿司作れる。あ、寿司巻きとこの、あー、そうだね。これが可愛い。タカ見て。お、炊飯器売ってる。見つけた。レンのうちに炊飯器ないから欲しいねって言ってたよね。欲しいねと一切言ってないよ。俺が欲しいねと言ってた。そうだよ。売ってるじゃん、象印炊飯器。いや、でも私は普通に鍋で日本のお米を作ったけど、めっちゃ美味しくなったよ。社長。うん？納豆あります。納豆がありますね。どうですか？納豆は私はいりませんよ。ここに日本人がだいぶ買いに来てるんだろうね。納豆大量に置いてあるもん。ね、見て見て見て、生の大福とかあるよ。本当だ、すごい。大福もあるし、おにぎりもある。 おにぎりいいね。お米もあります。コシヒカリ、夢錦、これぐらいの。すごいね。5キロで26ユーロ、10キロで50ユーロ。日本の値段もわかんないから。わかんない。社長、鮭茶漬けあります。2パックで 5.4 ユーロ。ゆで小豆も売ってます。切り餅も売ってます。ってことは、ぜんざいが作れます。何でも作れそうだよね。え、マルちゃんあるよ。おお、マルちゃん製麺売ってるじゃん。豚骨醤油味、醤油味、あ、違うわ、うま塩で味噌もある。何でもあるね。マルちゃん製麺推しだね、ここ。マルちゃん製麺ばっこいた。お、お酒も売ってるよ。日本酒もある、いろいろ。獺祭が多い、いろんなサイズ。獺祭もあるし、八海山もあるし、久保田も置いてあるし。え、なんか紙で日本酒は何かっていう説明とかもあった。これはドイツ人が買いに来るのかな、日本人が買いに来るのかな。どうでしょうね、両方。ちなみにビールも売ってます。キリンの瓶ビールと札幌の瓶ビール。ちなみに焼酎の黒霧島とか、ウイスキーの山崎12年も置いてるよ。もう本当に何でも売ってます。あ、何でも。漬物も売ってるし、梅干しも売ってるし、調味料も全般的に売ってるし、うん、もう本当に日本のスーパーに来たって感じだね。お客さんも日本人多いし、ね、お菓子セクションに来たよ。すごい、何でもあるよ。タカ、ハピータンがあるよ。チップス、いろんな。とんがりコーンもあるし、コアラのマーチもある。本当に、なん、あ、どら焼きある。わあ、すごい。お、
ママとパパどら焼き大好きだったよ。栗が入ってるやつ、栗入りのどら焼き、ね、これ 9.3 ユーロ。これ日本で見たことないけど日本でも売ってるのかな。これ買いましょう。お、漬物。ああ、漬物は両親にまだ食べさせてあげてないでしょ。ああ、いいかもね。好きなのかな、ね、あんま好きじゃないかもしれないね。いや、でもなんかピクルスとかそういったのが好きなら、 あるもんね、ピクルス、うん、買いましょう。いやすごい確かに昔ながらの日本商店って感じしますよね。なんか懐かしい気持ちになりました。ミュンヘンに滑るなと思いましたこの店があれば。ちなみにここどれぐらいやられてるんですか、長さは。 お店で、はい、ミカドはあもう20年やられてるんですか。場所は多分ちょっと変わってる、はいはいはい、そうですよね。なんかめっちゃ良かった。ミカドありますね、ミカド。本当に日本でした。そう、今またドイツに戻りましたよ。もう世界観が全然違うよ、ドイツと日本。そうだよね。じゃあ書いたら、あの漬物を両親に食べさせてあげたいね、うん、反応が楽しみですね。うん、美味しいのかな。Das hier haben wir gekauft im Japan-Shop in München. Mhm. Und es ist getrockneter Rettich. Hier kannst du das Bild vom Rettich sehen. Ja. Da kannst du sehen, wie das getrocknet wird. Auf so Dinger. Das wird so aufgehängt. Mhm. Genau. Getrocknet. Und dann wird es eingelegt. Mhm. Und dadurch wird es eben haltbar gemacht. Mhm. Und der Geschmack verändert sich. Mhm. Der Taka meinte, dass seine Oma, mhm, die früher selber getrocknet hat, ah, und zwar einfach mit so Abwäscheklammern. Okay. Okay, also für den Taka ganz normal. Mhm. Für uns eher ungewöhnlich. Ja. Also mach ich mal auf hier. Ach, da wird es auch gemacht. Genau. Ah. Einfach auf. Und dann. Hm, das riecht gut. Riecht ein bisschen nach Sauerkraut. Das riecht nach Sauerkraut, hätte ich auch gesagt. Mhm. Und das hier ist halt eins. Ganz lang. Okay. Einmal halb aufgeschnitten. Mhm. Oh. Ganz schön groß und lang. Riecht gut nach Sauerkraut. Mhm. Ja. Genau. Okay, dann lass uns mal probieren hier. Mhm. Mit unserem, eurem neuen Messer. Ja, tolles Messer. Mhm. Zu Weihnachten geschenkt. Mhm. Und normalerweise schneidet man die so. Ein Stückchen? In Scheiben quasi. Mhm. So, passt schon, oder? Mhm. Dann darfst du eins probieren. Und ich eins probieren. Wie? Von der Konsistenz ist man es nicht gewohnt, weil das Sauerkraut einfach anders ist, aber es schmeckt wie Sauerkraut. Ne? Ja, schon so ein bisschen, gell? Doch, mhm, so, schon erfrischend, lecker und eigentlich auch sehr, man kann es hören, wie crunchy, knackig es ist. Und das, obwohl die ja, wenn du es hier siehst, total wirklich ganz weich aussieht und weil sie getrocknet ist, natürlich ganz viel von der Flüssigkeit fehlt, die vorher in so einem Rettich drin ist. Ja, aber dann wird das dann zugefügt und saugt sich wieder voll, schätze ich mal. Ja, ne? Genau. Das Eingelegte. Nani de tsukete? Nani, kore nani? Nan no shiru? Ja, nanka de tsukete de shou? Ushiro ni kaite aru kana? Tsuke genzaiyo, shokuen, budou tou, zoujou su. Was hat da? Aminosan, koushinryo, kome nuka. Salz, Zucker, und Essig. Zu, Essig. Salz, Zucker, Essig. Und Aminosan. Komenuka. Komenuka. Schiboralata. Komenuka. Schiranai. Keine Ahnung. Oben steht es auf Deutsch. Vielleicht kann ich es davon. Ach nee, echt? Zutaten: Trockenrettich. Salz, Fructose, Glucose, Sirup. Brauereiessig, Aminosäureflüssigkeit, Gewürze, Reiskeie. Was ist denn Reiskeie? Das Kleie wahrscheinlich eher, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, du bist gut, aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, Level noch takai, das geht mal. Takawila ein Stück. Mhm. Mhm. Ui. Das schon gut. Schmeckt gut, ja. Kore wa ne, umai. Mhm, ashi yo. Und zu was isst man das? Zu so einem Set mit Reis und irgendeinem Hauptdings, dann hast du immer so zwei, drei Scheiben. Ja, aber von das dem ist ja ein Riesenteil. Was machst du mit dem Rest? Du schneidest es auf und jeden Tag so zwei, drei Teile pro Person, dann kommt das schon weg. Okay. Und das hält sich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass es nach zwei Tagen kaputt ist.
Das ist dann wieder in die Tüte und zumachen oder? Ja, am besten tust du es in eine Tupperbox. Mhm. Und die kannst du die Flüssigkeit vielleicht auch wieder reintun in die Tupperbox. Mhm. So darfst du das jetzt auch aufbewahren und weiter essen. Super. In ein paar Wochen solltest du es schon aufgebraucht haben. In ein paar Wochen? Ja, da steht, bis April hält es. Kühl und dunkel lagern. Also in den Kühlschrank tun. Deine Mama ist wieder, ne? Schmeckt gut. Papa も多分好きだったら嬉しいけどね。Genau. Papa muss auch probieren. Ja, das könnt ihr dann zum Frühstück essen. Und also, der Mama hat es geschmeckt. Sehr schön. Mhm. Also in München, wir waren wirklich überrascht, wie viele japanische Sachen es in den Japan-Läden gab. Ah ja. Unter anderem eben sowas. Und auch alles andere, was wir euch schon mal mitgebracht haben. Also Curries und diese ganzen Ramen-Nudeln, Sake und Bier, alles. Sojasauce, wirklich alles. Reis, okay. Alles gibt's dort. Kann ich nur empfehlen, dass du auch da mal hingehst und einfach mal rumguckst und schaust, was es da so gibt. Nihonjin ga Myōhen ni kuru koto ga atte koishiku natta baai wa Myōhen no Nihon no supermarketo ni itte soko de iroiro kaemasu.何でもあります。何でもありました。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバイ。バイバイ。